はい、こんにちは、コウヘイでございます。ということでね、まあちょっとね、今ライブ終わりなもんでね、東京公演で、だいぶ暴れたということもありまして、ちょっとね喉の調子が、悪いんですが、喉の調子がね悪いので、ちょっとねテンションいつもより抑えめですし、かつねちょっと若干鼻声入ってるかもしれませんが、ご了承ください。ということでですね、今回なんですけども、来年ね、そう、まさかのね、僕は追加公演を予想してたんですけども、追加公演はありませんでした。リエラのですね、フォースライブの次の公演、リエラのフィフスライブの開催が決まりました。こちらですね、まあ来年の開催ということで、まあ来年にね、何かライブがあるだろうなってことはね、予想してました。はい。年内はね、少なくともライブないだろうなってことは予想して、単独ライブですね。単独ライブないだろうなってことは予想していたんですけども、まあこれの開催が決まったと。いうことでですね、まあ、今回はね、リエラのフィフスライブのですね、内容だったり、あとはですね、倍率が一体どれぐらいになるのかっていうところですね、まあ、まだね、もちろんアンケートはできませんので、応募も始まってませんのでね、概要も話していきつつ、まあ、倍率なんかもね、見立て、をね、立てていきたいなというふうに思います。リエラのフィフスライブの概要からチェックしていきますけれども、こちらですね、来年の1月と2月に開催されます。そしてですね、場所に関しては、福岡と東京でございます。はい、福岡は小倉、のですね、西日本展示場でございます。はい、小倉駅の目の前にあるエキスポのホールですね。はい、展示場です。そしてですね、東京公演の場所はですね、武蔵野の森ということで、また武蔵野の森でございます。はい、まあ安定の武蔵野ですね。はい、こちらでございます。まあこれのですね、2カ所で、ライブ行われるということでございますけれども、一応ね、シリアルに関しては、ジャンプイントゥーザニューワールド、まあこれに入ってますということでですね、ユニット CD ですね、これに入ってます、収録されてます。まあそういうことなんでね、まあおそらくユニット系のライブをもうちょこっとやるんじゃないかなというふうな予想は立ててます。はい。まあプラス何かシングルかなんか、まあ新曲もやっぱり出して、まあ、ね、ネタ切れにならないような感じでね、うまいことライブ組むんじゃないかなと。要は、フォースライブとね、同じじゃ、変わり映えしませんから、多分何か新曲を出して、まあ、新曲プラスユニット曲もやりますよ、みたいな形の、展開になるんじゃないかな、というふうに考えております。はい。まあ、そんな形のライブが、来年の1月の2月でございます。でね、なんかね、アニメのライブじゃないか、みたいな結構言ってる方もいるんですけれども、フィフスライブ。アニメ3期のね。アニメ3期のね、多分ライブではないと思いますね。はい。まあ、またね、別の動画でも話しますけれども、アニメ3期はね、まあ、来年とはいえど、ちょっとフィフスライブにはとてもじゃないけど間に合わなさそうと、1月と2月なんでね。ということなんで、まあ、おそらくユニットだったり、あとは、まあ、なんか新曲、メインのライブっていう、まあ、流れになるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、せっかくなんでね、なんかガールズバンドとかね、生演奏とかやってほしいなっていうのがありますけども。はい。でですね、まあ、福岡東京で、ライブありますということで、まあ、概要はそんな形で。じゃあ倍率ですね、倍率どうなのかという話なんですけども、今回ですね、CD 応募です。CD 応募ということなので、まあ、福岡東京どちらも応募できるんですね。ジャンプイントゥザニューワールド1枚の CD で。はい。どちらも応募できるということなんで、まあおそらくね、地方公演に関してはそこまで倍率高くないかなというふうに考えてます。はい。やっぱりね、小倉っていうのはね、まあちょっとこういうこと言ってあれですけど、やっぱり博多よりは利便性が悪いので、これが福岡の博多の方だったらね、もうちょっと、都市部なので、まあ倍率も上がってたかもしれませんが、ちょっと小倉ってことなんでね、まあ倍率はちょっと落ちるんじゃないかなと。まあ、東京公演に関してはね、一方でね、倍率それなりにあるんじゃないかなと考えております。はい。まあ理由としてはね、やっぱりまあ今回2カ所しかフィフスライブはね、来年、会場がございませんので、やっぱり東京に集中しがち、うん、これはもう必然的にありますね。東京の方が圧倒的に、行く方多いですし、しかもリエラフォースライブなんかね、東京公演、結構倍率高かったと言われておりますのでね。まあしかも下手したらね、リエラのこれまでのライブよりも一番、これまでのライブの中でもね、一番倍率が高い展開になるんじゃないかなと。まあ、これまでね、リエラセカンドライブだったり、
まあ、サードライブの仙台公演なんかも倍率高かったって言われてるんですが、まあ、これらに匹敵するようなね、本当に倍率2倍とか 2.5 倍とか、本当にそれぐらいの勢いになるんじゃないかなと考えてます。はい。まあ、リエラね、ツアーを結構頻繁にやることで知られていましたけれども、今回のフィフスライブに関してはね、2会場しかございませんのでね、まあ、逆にね、今回は多くの方が1箇所の会場にね、集中する、まあ1箇所、ないしは2箇所の、ね、会場に集中するという、まあ、展開があるんじゃないかなというふうには考えておりますね。まあ、さらに言えばね、ここ最近本当にリエラのライブは、まあ、フォースライブ以降はね、もう全然ないので、やはりね、空白期間があると、それだけね、その、フィフスライブにじゃあ行こうみたいな感じで集中しがちですので、そういう意味でもね、本当に倍率高くなるんじゃないかなと、いった形で考えております。はい。まあ、おそらくアニメ3期までのつなぎの、ライブという形になると思いますのでね。まあ、11人のライブ、今回見損なったよという方は、まあ、特に福岡とかね、九州お住まいの方とかはね、まあ、ぜひ今回のね、来年ですね、来年のフィフスライブね、行かれてみてはいかがでしょうかという形でね、まあ、一応ね、フィフスライブ、まあ、そんな形でね、僕は倍率予想しておりますということでね、皆さんのね、倍率もぜひね、予想もね、気になるのでコメント欄にたくさんね、書いてください。まあ、先生、この動画、いいなと思ってグッドボタン、高評価、チャンネル登録などもお願いいたします。では、皆さん、またの動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。